本当申し訳ないなっていう一言ですね。やっぱ自分が出て、まあ、チームの雰囲気とかスタンドのこれならいけるんじゃないかっていう雰囲気にまで いけなかったっていうのは自分の責任かなって思いますね。そこは本当反省してますね。ただ思い切ってやろうっていうことしか考えてなかったですね。前の選手なんで、まあ、得点が本当第一っていうか取らないといけないんで、得点取れなかったことが本当残念だなって思いますね。今日は本当応援ありがとうございました。負けて本当悔しい思いさせてしまって本当申し訳ないと思ってますし、もっともっと成長して皆さんと喜べるように頑張りますので応援お願いします。